アンヘイウッドはイギリスの女優。バイオレット・プリティとしてイングランド・バーミンガム・ハンズワースに生まれる。1950年に本名でミス・グレート・ブリテンに輝いている。一時期、タレントスカウトでテレビラジオ司会者のキャロル・リー・バイスのアシスタントとなり、全国の劇場をめぐる彼の人材発掘賞に大動した。その後ロンドンの演劇学校ラムダに通った。 1950年代初めから映画に出演するようになる。脇役からスタートしたが、徐々に主役級へとステップアップした。特筆すべき出演映画の一つが、D.H. ローレンスの小説を映画化した、メギツネである。サンディ・デニスと共演した、この作品は、レズビアンを主題としたために公開当時は物議を醸した。1970年代には、イタリアで制作された。 ジャロ映画に何作か出演した。1980年代に入ると、彼女の仕事は減少した。1988年、エドワード・ウッドワードが主演するアメリカ合衆国のテレビドラマ、ザ・シークレット・ハンターにマノン・ブレバード・マーセル役でゲスト出演。翌年、同じマノン役で出演したテレビ映画、メモリーズ・オブ・マノンが最後の作品となる。ヘイウッドは、 映画プロデューサーのレイモンド・ストロスと結婚していた。ストロスは抵抗する勇士、ザブレーン、ザベリーエッジ、ナインティ・ディグリーズ・イン・ザ・シェード、メギツネ、ゴーダツ・特急、アイ・ウォント・ホワット、アイ・ウォント、サヨナラ・ミスワイ・コフなど、彼女の主演映画の大半を制作している。夫が1988年に亡くなるとヘイウッドは引退し、その後スクリーン上に現れることはなかった。 1991年、元ニューヨーク州福祉法長官のジョージ・ダンジング・ドリュクと再婚。二人はカリフォルニア州ビバリーヒルズに住んでいる。ありがとうございます。